はい、どうもこんにちは、シェフキッチンです。今日はですね、鴨胸肉のロースとソースオランジュ、オレンジソースを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。はい、それでは材料紹介をしていきたいと思います。まずは鴨胸肉ですね。それとこちらがフォンドボー、それとオレンジと黒胡椒、赤ワイン、蜂蜜ですね、とこちらがコーンスターチ、それと塩ですね。以上を使って今日は鴨胸肉のロースとソースオランジュ、オレンジソースを作っていきたいと思います。はい、まずは鴨肉のこの皮側のところですねに羽の抜き残しが残ってたりするんで、そちらをこういった骨抜きとか、まあ、毛抜きで処理していきたいと思います。物によって結構違ったりするんですけど、比較的これは綺麗ですね。はい、続いてこの羽の抜き残しの処理が終わったら、ここですね、ここ筋なんで、こちらは取り除いていきたいと思います。この辺の薄い筋も取っていきます。あんまりやりすぎちゃうと肉がばらけちゃうんで、この見える範囲で大丈夫なので筋を取っていきます。この皮目のとこがすごい肉に対して大きくなってる部分、余分なんで、この部分は少し切り落としてあげます。そしたらひっくり返して、鴨って焼くとすごい油出るんで、その余分な油を落としていきたいので、この皮目に格子状の切り込みをこう入れていきます。この時に深く切り込みを入れすぎて身の方までいかないように気をつけてください。入れられたら今度はこっちからですね。こういった感じで格子状の切り込み入れられたら、そしたら鴨に対して 1% ですね、の塩を、両面合わせて 1% の塩を振っていきます。塩を振るとこまでできたら、一度このままバットなどに置いておいて塩を少しなじませていきます。肉を常温に戻してあげるっていうのと、塩をなじませるためにこのまま置いておきます。この間にオレンジソースですね、そちらを作っていきたいと思います。はい、そしたら続いてオレンジですね。オレンジの皮、こちら2個分をこのボウルの中に削り落としていきます。皮が削り落とせたら、まずは天地を落としてあげて、1個はこの果肉の感じが欲しいので房ごとに外していきます。もう1個は果汁がしっかりと欲しいので、こちらは半分に切ったりとかしてこのボウルの中に絞っていきます。そしたら房ごとに外していきます。房ごとに外せたら、こちらは絞って果汁を無駄なく絞り出してあげましょう。それともう一つは果汁だけ欲しいので半分に切って、こういった感じでしっかりと絞っていきましょう。はい、そしたら鍋を用意してあげて、先ほどのオレンジですね、こちらを鍋に移してあげて、火にかけてしっかりと煮詰めていきたいと思います。この時に少しこの果肉は潰してあげるようにしていきます。はい、だいたいこのぐらいの、もうほぼ水分がなくなってくるぐらいですねの状態になってきたら、そこに赤ワインを加えていきます。そしたら再び赤ワインもこうツヤが出てくるぐらいまで煮詰めていきます。はい、こういった感じでこうツヤがすごいあるのは分かりますかね。このぐらいの煮詰まり具合ですね、これをミロワールって言って、鏡のようみたいな、そういう意味があるんですけども、こういったこうすごいツヤ、輝いてる感じの照りが出てきたら、今度はそこに
フォンドボーですね。フォンドボーを加えていきます。フォンドボーを加えていただいたら、再び煮詰めていきます。はい、フォンドボーを加えて、半量ぐらいですかね。に煮詰まってきたら、今度はここに蜂蜜ですね。加えていきます。それと、ひとつまみの塩。それと黒胡椒ですね。入れて味を整えていきます。ここで一度しっかり混ぜて味を見ていただいて、味を整えてあげたら、水で溶いたコーンスターチですね。こちらを少し加えてソースにとろみをつけていきたいと思います。少しとろみがついていた方が肉とこう絡みがいいので。このぐらいの濃度がいいかなと思います。このとろみをつけられたらソースは完成ですね。肉を焼いていきたいと思います。フライパンを用意してあげて鴨を焼いていきます。火をつけていただいて中火ぐらいがいいですかね。そしたら焼く前にこの皮目の水分ですね、こちらはしっかりと取っていきます。それとこの時点でオーブンを130度に予熱しておきましょう。はい、フライパンが十分に温まってきたら、油は敷かずに皮目を下にして焼いていきます。こう焼いてると余分な油が出てくるので、余分な油などはその都度ペーパーなどでこう取って取っていきましょう。鴨は結構焼き始めると油が出るんで、しっかり取ってあげた方がいいですね。はい、途中この油を吸い取らずにこう肉の上にかけてあげて、まあアロゼって言うんですけど、肉のこっちの身の方はこの油をかけて優しく火を入れてあげます。はい、途中確認してあげて、このぐらいのこうきつね色ですね、このぐらいのきつね色になっていたら、こういった網バットなどにあげていきます。こっちもいい感じですね。はい、そしたら皮目をこういった感じで下にして130度のオーブンで焼いていきます。で、鴨をオーブンに入れてる間にこの残った油でじゃがいもですね、じゃがいもを焼いていきます。これじゃがいもをあらかじめ洗ってラップをしてレンジで中まで火は入れてあります。なので表面を焼くようなイメージでこの油をうまく使って焼いていきます。鴨の油を吸わせてあげるような感じですね。それと塩を一振り、一つまみの塩を振ってあげます。今日はこれが付け合わせですね。途中取り出して中心温度を測っていきたいと思います。そろそろ良さそうですね。こう身がパンと張ってきてる感じがあるので良さそうですね。したら取り出していきます。こうちょっと身が張った感じになってるといい火入れ具合になっていると思います。ここまでできたら少し肉を一度休ませて、最後にこの皮目どうしてもこうちょっとしなっとしてしまうので、仕上げに皮目だけしっかりと焼き直してカットして盛り付けていきたいと思います。はい、最後皮目は焼き直していきたいと思います。ごく少量油垂らしてあげて、フライパンが十分に温まったらこの皮目ですね、皮目これちょっとしなっとしてしまっているので焼いていきます。こう皮がパリッとするぐらい焼ければ大丈夫なので、あんまり焼きすぎないように気をつけてください。はい、皮が焼き直せたので皿に盛り付けていきたいと思います。はい、それではカットしていきたいと思います。カットするときは皮目から切るのではなくて、ひっくり返して身の方からですね、切ってあげると切りやすいので、こちらから切ってあげると
綺麗に切れます。いいですね、綺麗なロゼ色ですね。美味しそうですね。それでは盛り付けていきたいと思います。お皿に肉を盛ったら少し塩をしてあげて、付け合わせに先ほど焼いたじゃがいもですね、こちらを添えてあげます。最後にソースオランジュ、オレンジのソース、赤ワインベースのオレンジのソースをお皿にたっぷりとかけて垂らしてあげたら完成ですね。それでは食べていきましょう。こんな贅沢な料理ないですよね。鴨とオレンジって結構定番ですごく相性もいいので、ちょっと意外と思う方ももしかしたらいるかもしれないですね。ソースをたっぷりつけて、ではいただきます。うん、うん、めっちゃジューシー。このオレンジのすごい爽やかな感じが鼻から抜ける感じですね。それがめちゃくちゃ美味しいですね。これオレンジはフレッシュのオレンジじゃなくてもオレンジジュースとかでも代用できますので、オレンジジュースで作るとより手軽な感じになるかなと思います。カモは胸肉でもしっかりとご丁寧に火を入れるとすっごいジューシーで美味しいので、皆さん動画を参考にぜひ作ってみてください。カモとオレンジのこのソースの爽やかな感じが赤ワインとも相性抜群なので、ぜひ作ってみてください。 Thank you.